18クラウンマイナス6は分子式 C2H4O6IUPAC 名147101316ヘキサオキサシクロオクタデカンで表される有機化合物である。本化合物はクラウンエーテルの一種である。クラウンエーテル類はいくつかの金属価値音を中心の空洞に包摂する。18クラウンマイナス6は特に カリウムカチオンに対して神話性を示す。クラウンエーテル類の開発の功績により、チャールズ・ペダーセンは1987年のノーベル化学賞を受賞した。本化合物は改良ウィリアムソン合成や、テンプレートカチオン存在化へ一連を騎士ドのオリゴマー化によって調整できる。上流で生成でき、この時元化合物の加齢却化の傾向が明らかになる。 18クラウンマイナス6はまた、不要性の複合体を形成するアセトニトリルとの沈殿によって生成できる。アセトニトリルは原圧下で除去され、目的の化合物が得られる。厳密に乾燥した材料は、18クラウンマイナス6を THF に溶解させた後、ナトリウムカリウム合金を添加することによって、アルカリ塩の KNA が得られる。クラウンエーテル類は、 相関移動触媒として有用である。18クラウンマイナス6存在した、カマンガン酸カリウムはベンゼンに溶解する。しかし、この目的には、第4級アンモニウム、ホスホニウム塩の利用の方が優れている。18クラウンマイナス6を使用すると、酢酸カリウムは、有機溶媒中でより強力な吸覚剤となる。ジベンゾマイナス18クラウンマイナス6は、 アルカリ金属カチオンの作家材として一般的により優れている。ありがとうございます。